松信です。りえちゃんです。大阪クレバトラです。お願いします。ね、最高でしたけども。はい、本日は給料発表を行います。お待たせいたしました。はい、お待たせしましたね。12月分ですね。そうですね。はい、お給料発表。ありがたいことに。はい。今月も戻ってるっていう。まあもちろん戻ってる。はい。芸人視聴率もね。はい。増えてきて。はいはいはい。まあ言われ出したかな。はい。そのいろいろ見てんでみたいなところ、ね。はいはいはい、はい、最近だとディオン桜井さん。はい。剣道会はもうちゃんと、うん、はい、フルジャクで見てくれてるってことなのかな、あ、を確認したということですね。そうですね、はいはいはい、そうそう、はい、いろいろ見てくれてますから、うん、ありがたいですよ。それはもう、それはもう再生さればされるほどいいですから、私たちの。そうですね、まあ、YouTube の動画がそもそもそうなんですけども、これも含め反映されますから給料。まあそうですよ、うん、ね、だからそれはもう、まあ、一番だから最近の、うん、あの再生回数でもやっぱ給料動画が今もう3000回近くはやっぱもう、まあ、やっぱええもんな、なってきたんで、まあ、芸人も結構、はい、知らん芸人も見てるやつ、さすがにちょっと、いや、なんか前とかは、うん、え、もらってないなやったんですけど、なんかやっぱちゃんとこう少しずつはコンスタントに上がってきてるような気がするから、え、今などんだけなんやろ、はいはいはい、今月だなんぼやろとかいうのが、まあ、気にはなるでしょう、うん、特に売れてる人というかね、はい、増えてる人はもうここを経験してるわけだから、まあそうですね、うん、今ここかみたいな、はい、一体どうなってるか、ねえ、これでも気持ちよく年越せるんかどうか変わってくるんでね、確かにね、大事なところではあるんですよ。ちょっとさらっていきましょうか、はいはい、ちょっと何が入ってるであろうという、ね、うんうん、項目を、はい、まあ、テレビは、うん、いつも通り用意の、はい、クイズの神様、はい、これもどれ分が入ってるかもわからないから、うん、正味ちょっと計算っていうか予想しにくいな、はい、うんうん、うん、そうですね、うん、でプラス馬術かな、はい、入ってるかどうかみたいな感じですかね、うん、でまあ舞台ちょろちょろありまして、はい、で営業ですね、はい、営業と学祭がこれ、学祭ね、うん、やっと念願の学祭を行かしてもらえるようになって今年から、まあ、今年初めてね、はい、今年は4つ行きましたね。そうですね、うん、4つ行ったんか、うん、うん、まとめて行かせていただきまして、はい、プラス、うん、箕面の温泉営業、はいはいはい、うんうん、あとこちらですね、あの京都国際映画祭ね、あー京都国際映画祭ね、うん、イオンありました、イオンとのコラボでありましたから、これは、はい、期待できるんではないか、はい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 、うん、それは期待ですよね、うん、あとははい、オース演芸場ですね、あ、うん、名古屋、あの伝説の名古屋ゴステ、うん、そうですね、はい、花子師匠、ね、大好き花子師匠のイベントにも出させてもらってゴステになったっていう、うん、そうです、おかえり花子師匠、はい、伝説の、ね、一日中おったというね、はい、オース演芸場はちょっといやらしい話、はい、普通の劇場やれるちょっとまあまあプラスちょっとされてますね、うん、出張しておるんでね、はい、ということ大体ざっくり言うとそれぐらいかな、はい、確かに、さあ、はい、この後、はい、発表です。それでは CM どうぞ。ここで CM 挟めたらいいですけどね。まあそうですね、はい、なかなかそういうわけにはいきませんけど、はいはい、ということで、はい、発表しましょうか。発表しましょうか、うん、はい、はい、いきます、うん、大阪クレオパトラ12月分のお給料を発表いたします。12月分のお給料はダラじゃん、23万2729円、よいしょ。まあちょっとごちゃとなりましたけども、はい、まあ毎度、はい、まあ僕、まありえちゃんの方が、はい、私23万2729円、うん、いきましたね。いやこれは23万ですよ、うん、ね、すごない、なかなか、いやこれめっちゃ嬉しい。ここへ来て、あ、まあ一応僕も言っておきましょう、はい、179,655円、はい、18万ですね。おお、まあ、まあまあそのここの差はね、はいはい、常にあるもんなんで別にあれですけど、まあまあまあ、ここへ来て、はい、今年最高月収、最高月収叩いた、叩き出しました。勝信さんが18万ね。まあそうやね、ね、10万とか10万聞いてたりとかしたのに、うん、まあそれがアベレージでしたからね、はい、うん、でもそらもやっぱりこう、まあ、喜びもやっぱね、こう、うん、体から出てるのか、もうここからなんかできもんから知るみたいな出てますよね。ここのほっぺたが、ね、はい、ちょっとやっぱ荒れてるね、はい、うん、
え、私がプレゼントした化粧水塗ってないでしょ。いや、塗ってるよ。え、その、あれですよ、プレゼントなんですか、惜しまずたっぷり塗ってくださいよ。いや、そうやねんけど、はい、まあ、ちょっと食生活が追いついてないかもしれない。肌合わんとかはないでしょ。多分、ええ匂いやし。はい。うん、いや、匂いはいいんやけど。ええ化粧水でしたけどね。はい、はい、うん。さあ、はい。そうですよ。そうなんです。いやー、でも、ほんまに、ちょっと23、あ、ち、まあ、ええとしても20はいくかいかんかぐらいかなと思ってたんですけど、うんうん、まさかの23。ね、だから、まあ、その結果から言うと、まあ、この値段で、何が入って、はい、いろいろ入ってきたんですけど、はい。これも入ってきたかっていうのが逆にね、あったというね。あー、うん、来月と思ってたのがもう入ってる、うん、そうやったら、そうなったら来月がちょっとしんどなるという、うん、ガクンと減るんじゃないかなという、はい、まあ、2枚ですね。まあそうですね、うん、私初の3枚きました、うん、あ、 した、あとあれ忘れてたのが、はい、頑張れるやと一緒やった、あ、森の宮の TT ホールのやつも、あー、 TT ホールね、あれね、忘れてて、あのイベントね、イベントというか、まあ、お休みの間とか、あの大型イベントみたいなのが、まあ、たまに営業みたいなね、はい、とこを TT ホールで、はい、大きい、うん、森の宮の満劇の真隣なんですけど、はい、そこでやったりしてるのもちょっと、ね、大体これぐらいやろうなって思ってた通りやったんですけど、はい、忘れてて、うんうんうん、前を持って入ってるやん思って、なるほどね、うん、っていうのもでかかったですね、そこら辺がありましたね、うん、いや確かに、いやでも同期の盆と正月の星原でが、はい、うん、まあ、給料動画を見てるんですけども、あ、ありがとう、まあ、私たちのやっぱ給料見て、うん、ほんまに全然分かれへんから、うん、え、こんなにもらってんねやってなったらしいんですよ。おー、なるほど。逆にね、あ、もまだそこまでもらってないと思ってて、ほんでえー、って声出てもうたと。どん時にやろう。え、多分私らがなんか最高額叩き出しましたみたいなの、私が17とかで、俺13とか、そう、うん、で、え、こんなもらってんのってなって、うん、で、なんかそこら辺の時だいたいアベレージ私ら10、私がなんか12、3あって、カズマさん10万とかいうのがちょくちょくあったかなやと思うんですよ、うん、でそこら辺見て、うん、みたいな、え、嘘ってなって、うん、で、その時あの作家のカモさんと星あられ通ったんですけど、うん、星あられに、うん、星あられちゃんちょっと今月楽しみにしててみたいな、うん、ちょっと待って、ほんまに楽しみやねんけどとか言ってて、で、カモさんが、うん、なんぼなん、うん、聞いていいみたいな、うん、いいですよって、うん、なんぼですみたいな言ったら、もう、カモさんも、うん、おー、うん、すごいなみたいななって、うん、ほんで、それ聞いてあられちゃんが、ちょっと待って、ちょっと待って、これ夢があるねんけど、こうなってきた、ちょっと、ま、マジで、俺聞きたいけど今、動画楽しみにするわって、うん、この動画が出ることを楽しみにしてると思います。夢はないよ、別に。はい。そのまんまですよね、言った分だけ。そう、はい、そんな、これでこんな持てんのみたいなないからな。ないですね、確かに。思ってた通りの、はい、仕事量で、はい、うん、その学校、はい、見合った学校いただいたということですね。あの前のマネージャーも見てくれてるんで、うん、で前のマネージャーも、うん、あ、どうでしたかみたいな、うん、もう給料動画とか僕見てますよみたいな、うん、あ、そう、そう、マネージャー陣も見てくれてるんだ。そう、うん、まあね、今月、うん、結構良かったんです、今までで一番良くてみたいな、うん、で、なんぼなんですか、なんぼなんぼ、うん、うわ、36期はほんまに層が厚い。嬉しい。まあまあ、これが続けないと意味ないですからね。まあまあ、そりゃそう、うん、正直そうなんですけどね。まあでもちょっと、うん、なんか営業もちらほらね、はい、来年もちょっと、はい、入れてくれそうな、うん、はい、入ってきたりしてるので、そうですね、この勢いを、はい、続けて、うんうん、これはもう維持しないとね。そうですね、死んじゃうからね、うん、意味ないですか、はい、ほんまにバイトできてないのに、うん、これだけしか収入源がないから。そうですね、頑張らんとこれ維持したいです ね、うん、これ維持できたらだいぶ楽なる。まあ、ほんまにいい締めくくりになったんじゃないでしょうか、ね、そうですね、今年1年最後のお給料がね、うん、最高額叩き出す、最高額叩き出した、これは気持ちいいです、まあ、こんないいことはないですね、うん、来年もそうでありたい、はい、確かにそうですね、うん、ということで、はい、本日は以上です、はい、どうもありがとうございました。